では今日のゲームハイライトで振り返っていきます。今日はイーグルスガールデン2日目、この最終日ということになりました。さあそのイーグルスガールデン先発早川です。立ち上がりご覧いただきます。ツーアウトを取った後、森のこの当たりをショート小深田エラー、ちょっと早川嫌なランナーを出しますが、この後4番の山川を三振取りました。立ち上がりゼロで終えた早川です。2回です。この回はワンアウトから栗山ジャンセンと連打を許しまして、ワンアウトランナー二塁一塁、オグレディのこの当たり岡島がよく使います。ツーアウトになって、この後西川の当たりもセンターの辰巳好プレーでした。ここは外野陣岡島そして辰巳と見せました。0対0で3回です。今日スタメンの鈴木大地、セットバッターでヒットを放ちます。ツーベースになりました。でこの後太田バント失敗で茂木倒れてツーアウトランナー三塁チャンスだったんですけども、2番の小深田はセンターフライ、得点なりませんでした。4回です。先頭バッター山川を迎えます。これ早川追い込んだ後の3球目、この打球が右中間へ、23号先制のソロ。山川これ日本人最速通算200号ホームランになりました。4回にライオンズが山川の一発で先制をしました。そして6回です。ここも山川先頭バッター、今度は引っ張っての2打席連続ホームラン。このホームランで2対0とリードを広げます。さあそして早川ですけども、この後ツーアウトを取ってジャンセンにヒットを許したところでマウンドを降ります。今日は5回と3分の2でマウンドを降りました。さあそして2番手は渡辺裕樹です。その渡辺、オグレディを打ち取りました。2対0ライオンズリードで終盤に入ります。7回鈴木そばです。ワンアウトから1番に入っている川越、スリーベースヒット、ワンアウトランナー三塁、追加点のチャンス。2番の源田、初球スクイズを起こりますが空振りで三塁ランナー挟まれます。スクイズ失敗、ランナーなくなりました。この回ゼロで終えて、そして7回の裏イーグルスはワンアウトランナー二塁一塁と与田を攻めますが、大野投手のプレー、これでツーアウトになって、この後満塁となります。そして代打田中貴也、いい当たりでしたけども、ファーストライナー。この回もゼロで終わりました。8回です。西口です。2打席ホームランを放って、その後の打席でしたけども、ここは山川を打ち取りました。この後この先も打ち取って、西口は8回ゼロで終えます。そして9回ビハインドですけれども、安楽をマウンドに上げました。でその安楽ツーアウトランナー二塁一塁、ヒットとデッドボールのランナー処理できましたけれども、川越を最後は変化球で三振に取ります。さあそしてライオンズですけども、与座7回まで行って、で今日は平、増田を使わず、9回は森脇マウンドです。その森脇からワンアウトから西川がツーベース、ランナー出しますけれども、最後は岡島が倒れてゲームセット、2対0ライオンズ勝利。山川2打席連続ホームラン、ライオンズ3連勝、イーグルス3連敗です。